どうもこんにちは、ガチャです。私は今からですね、山を登りに行きます。たくさん食べたので山登ってカロリー消費です。って言ってもね、ガチの山ではないのでご安心を。って言っても私にとっては結構ガチの山でもね、そこすごいね、景色が綺麗に見えて、台北101とかがめちゃめちゃ綺麗に見えるいいスポットなんですよ。だからぜひね、おすすめしたいなと思って、私頑張って登ります。雨だったらね、やめようかなと思ったんだけど、まあ、残念ながら雨降ってないんで、はい、頑張って登ります。でね、その登る山がね、象山っていう、日本語で読むとね、象山っていう山に登るんですけど、その象山の最寄り駅が象山駅っていう駅があるんですよ。なので、まずは電車でその象山駅に向かいたいと思います。ガチャンネル。やばい、台湾の電車久しぶり。ちゃんと通れるかな。通った。象山駅はこの赤い線のここ一番最後、終点なんですよ。で、今いるのが東門なんで、1、2、3、4、5、5駅ですね。台北101の隣まで行きます。これの2番出口ですね。あっ、あれ？あ、びっくりした。焦らさないでくれ。2番出口はこのエスカレーターを登ります。ちょっと待って、駅出たらなんかやってんだけど、ちょっとはず。はい、ちょっと賑やかなんですけど、象山駅に到着しました。で、象山駅の2番出口を出て、そのまままっすぐですね、進みます。めっちゃノリノリなんだけど、びっくりした。出口の目の前でやってんのも。今歩いてるのがね、象山公園っていう公園ですね。ここに書いてある、640メートルです。象山って中国語読みでシャンシャンって言うんだって。てかさ、台湾の人の朝早いよ、まだ9時前だよ。すごい人いるんだけど。 T 字路にぶつかったら左、こっちです。上り坂です。まだ山じゃないのに、こっから上ります。なんかすごい立派なビルがある。何の建物だろう、会社。やばいなこれ、まあまあ登る。一回来たことあるんだけど、こんな道通ったかな。てかさ、水忘れた、水。で、道なりに右へ進むとね、なんかこんな立派な、なんだこれは。すごいね、台湾っぽい神社みたいな建物があります。で、その道も道なりに進んで、今度はね、ちょっと下り坂だね。で、多分下ってすぐのところに象山の入り口があります。あ、ほら、もう人が集まってるから、登山仲間だね多分。はい、到着、入り口ここですね。この横の階段を登ってきます。ガチャンネル。それでは9時4分登山開始。いやー、これ結構急なんだよ、この階段。まだ20メートルぐらいしか登ってないんだけどね。休憩所があります。確かね、ところどころに休憩できるスペースがね、あったんだよね。なんか階段の高さが低い、なんかちょっとリズムがどうやって登っていいか、一段抜かしぐらいがちょうどいいかな。はぁ、ここでなんか分かれ道になってるけど、私はこっちへ行く。やばい、上を見ちゃうとまだまだあるってなる。なるべく上は見ないにしよう。頂上まで3つのポイントがある。ちょっとごめん、ここで休憩する。息を止める。なんだろうこの道。ここに来る前にさ、昔自分が書いたブログを読み返してみたの。そしたら思ってたよりきつくなかったみたいなこと書いてあったんだけど、絶対ね、カッコつけた。絶対それきつくないわけがない、昔の私でも。やばいなこれ。よく見るとここにゾウさんの絵が描いてある。あ、ってことはじゃあやっぱあのゾウの感じは台湾の言葉でもゾウなんだね。あ、見て、ちょっとずつ街が小さくなっていく。やばい、ちょっと2回目の休憩、一緒となります。あ、ちょっとした展望台が見えてきた。もうすぐかな。あ、でもちなみに私今日は六教石って書くところまでしか行かないから。あ、台北101が見えた。あと120メートル、4分だって。うわ、あともう一踏ん張りなんだけど。大変だ。いやでも距離的にはそんなに長くないかな。緑の中をね、歩いてるからすごい気分はいいんだよ。でもね、疲れる。疲れるっていうか、もうゼーハゼーハいっちゃって。やばい、心臓バクバク。そろそろかな？そろそろで会ってくれ。ああ、そういうもの文字が見えてきた。多分あそこだ。あそこの上にも大きい岩があるから、あれだ。ああ、もう、あと1分もない。頑張れ、自分。頑張れ、自分。よし。あとちょっと。来たんじゃないか。うわ、あ、違う、まだもうちょっと上だ。あれ、どういうことだ。
わ、めっちゃ綺麗。タイプ101じゃん。上だけ。もうちょっと、どこまで行くんだ。ハイビスカスだ。あれ、私頂上まで向かってるのかな。ちょっと、前回どこまで登ったのか。私、あそこの六強石って書いてあるところまでしか登ってないんだと思ってたけど、まあまあ登ったんだね。ってことは。どこまで続くの？めぐみの下り坂。でも帰り登らなきゃいけないんだよね。ああ、今度こそもうちょっとかな。これ多分あと3分で着くと思うわ。あと3分。次こそ着いて。パーキングエリアに置いてあるようなアイテムが置いてある。待って、私がま、到着したとここじゃないよ。またさらに登ったってこと？昔の私どんだけ登ったの？そんな先行った？ちょっとあそこの案内板を見て考えよう。いや、この先は違う気がすんな。上が 2.3 キロ、下が300メートル。で、また下がる。私前行ったのどこだった？ちょっと一回ブログを見返そう。やっぱ昔の私はこの象山って書かれてある岩を越えてすぐ頂上に到着とか書いてある。ってことでやっぱ私、あそこで写真撮ったんだ。あそこあんまり見渡せたかな？ちょっと待って、もう戻るわ一回。ちゃんと見よう。とりあえずこのシャンシャンピーク、せっかく来たからここも見とこう。見て、ここね、すごい可愛いハート型のねやつがあって、その後ろにね台北101があるの。うまくこうはめて撮るのかな、こうやって。あ、やばい、下り結構きつい。登りが急だったからね、気をつけた方がいいわ。足元濡れてるし。昔見た景色これかも。なんかね、男の子たちがね、どっかこの岩に乗ってね、写真を撮ってたんだよ。で、そのね、写真が私お気に入りで、写真を撮ってる男の子たちを背後から隠し撮りするっていう、その写真がすごくお気に入りで、どっから撮ったんだろう。あ、でも待って、こっから台北101綺麗に見えそうな気がする。見えないな。でもここだよ多分この辺。いや、どういうアングルで撮ったんだろうな。天才的な撮り方じゃん。いや、それが昔より生い茂ってるとか、あの石っぽいな、登れるようになってる。ってことは、こっから撮ったのかな？じゃあまあちょっと、昔のゴール地点が分かったところで、降ります。やばい、さらに急なんだけど。いや、ちょっとマジね、これ降りるとき気をつけた方がいい。特に濡れてる日。はい、なんとか無傷で、下に戻ってこれました。せっかくさ、スタートする時間、動画撮ったのに、ゴール地点で何分か言うの忘れたんだけどね。多分ね、30分ぐらいかな、あそこの。シャンシャンピークのところまでで。で、私5、6回休んでるから、多分、早い人20分ぐらいで着くんじゃないかなと思う。休憩所みたいなところって言ってたの。神社みたいなところだ。お参りができるのかな？ちょっとよくわかんないけど。はい、戻ってきました。とりあえず、水をください。これ水だよね、多分。水20元だって。20元っていくらだ？入り口のところに、可愛いカフェみたいなのがあるから、登った後ここでゆっくりするのもいいね。あ、チャンネル。さて、水を飲んで私生き返りました。生き返るとなんかいい運動だったなって思えるね。ということで、この後はね、この象山の隣の台北101駅まで行って、スースーナンツンっていうところに行きます。スースーナンツンっていうのはね、戦後中国から渡ってきた人たちが暮らしていた集落なんだそうで、まあでももうね、今は再開発計画が持ち上がって住民は退去している状態で、でもね、建物は歴史建築として認定されて、現在は公民館とか公園として利用されている場所なんですよね。私もね、以前行ったことがあって、そこにね、今カフェとかもあったね。で、私そこでベーグルを食べたんだけど、結構まあいいお値段だったかなっていう。ベーグルがいいお値段っていうか、いいイートインが結構いいお値段だった。そんなベーグルの思い出があるスースーナンツーに向かいたいと思います。最初電車で行こうかなと思ったんだけど、象山から歩いて15分弱ぐらいみたいなんで、このまま歩いて行っちゃいたいと思います。あ、もうここだね。ここだ、ここ。はい、スースーナンツーン、ここだね。あー、てかすごい人がいっぱいいる。土曜日だからか。え、てか待って、何シート引いてなんかやってるぞ。イベント？スースーナンツン。レトロな感じの建物がいっぱいあるんだよ、ここ。てか人がすごい。昔行った時平日だったからかな。多分、これが昔住んでた人の家？でも今は展示館になってるね。こういうレトロな建物の後ろに台北101っていう。面白くない？ここだ、私が昔ベーグルを食べた。グッチョーズ。プレイグラウンドって劇場。へぇー。あ、なんかここ前見たことある気がするな。プレイグラウンド
雑貨屋さんっぽいね。カフェもあるし。これ写真撮ったら面白いね、きっと。スースーマンツーはこんな感じかな。スースーマンツーはね、台北101とかに来たついでとかにね、映え写真を撮りに来るのに適した場所なんじゃないかなって思います。続いてアットフォーファンにやってきました。読み方合ってるのか分かんないけど、ここはねショッピングモールだね。もうね、台北101がここにあって、でもすぐ斜め横にある建物だから台北101とセットで来れるショッピングモールです。なんで今回アットフォーファンに来たかっていうと、プル&ベアーです。前ねマレーシア動画でもちょっと話したんだけど、プル&ベアーってザラの姉妹店なんだけど、日本未上陸のお店なんですよ。だから私海外行くたびにプル&ベアーあるかなって探して、あったら絶対に見に行くっていう風なルーティーンになってます。であとはね、このアットフォーファンの4階にスイーツ王国っていう、めちゃめちゃね、なんて言うんだろう、メルヘンチックなエリアっていうのかな、まあ、とにかく見てくれれば分かると思うんだけど、ぜひねちょっと写真とか撮りに来てほしいなと思って、そこもちょっと紹介したいなと思ってきました。なのでまずちょっとねプル&ベアで買い物するところから始めようかな。ちょっとねお店の中は映せないんで、みんな申し訳ないです。ちょっとあの買い物楽しんできます。はい、カバンとスニーカーを買いました。結構真剣に悩んじゃった。さあ続いて4階いきます。あれなんか変わってる。あれ4階じゃなかったかな。あれあれれれ変わったのかな。ここ猫カフェじゃん。あれなんかちょっと変わってる。あれちょっと待って、変わってるぞ。サイズあるし。ちょっと待って、なくなってる。みんなに紹介したかったスイーツ王国がなくなってる。うわーマジか。ちょっと待ってね、念のため別の階も調べてみる。5階もフードコートっぽいから5階一応行ってみよう。あーここも違うなぁ。いやごめん、変わったっぽいな。いやないもんね、4階5階。あー変わったのかも。やっぱ4階にあったのになくなっちゃったわ。うわー UFO キャッチャーがある。しんちゃんめちゃめちゃ人気じゃん。韓国でも人気だし台湾でも人気なのかな。ドラえもんもいる。ちょっとみんなに見せたかったスイーツ王国の写真は私のブログに載ってるから、興味ある人はちょっとブログを見て。ごめんね。ガチャガチャもあるんだけど全部日本のだ。すごい。日本酒とかもあるよ。はい、ということでちょっと最後ね、スイーツ王国がまさかのなくなってたっていうことで紹介できなくてすごく残念だったんですけど、まああのブログ見て、もうないけど何を紹介したかったのかはブログを見ればわかるのでぜひ見てほしいです。まあでもね、スイーツ王国以外の私が紹介したかった台北101付近のお店とか場所は紹介できたので、まあよかったかな。ということで今回の動画はここまでで、次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。